泊いたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は船着き14時14分です。黒柳方面小田原駅です。途中黒柳には14時30分終点小田原駅は14時41分を出す予定です。次の電車駅は柳橋です。先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。まもなく柳橋です。右手前方に見えてきた円筒形の建物は新柳原発電所です。船月ダムを建設するときに湖に沈んだ旧柳原発電所の代わりに平成5年に完成しました。湖上に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう、確かにヨーロッパのお城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。柳橋です。佐渡平行き発車いたします。
の電車駅は森石です。
で黒薙駅に到着いたします。お降りのお客様、お忘れ物、お落し物などございませんようご支度ください。次の停車駅は黒薙です。中部山岳地帯の奥地へと続く険しい道を走っていきます。次のトンネルを出ますと、一旦黒部川の本流を離れ、支流の黒薙川沿いを走ります。さて、黒部峡谷にはいろんな動物が生息していますが、この沿線沿いではニホンザルや特別天然記念物に指定されているニホンカモシカ、タヌキや時にはクマなども見ることができます。よく見ていると、この辺りでもしかしたら見かけることができるかもしれませんよ。黒薙までもう一息。トロッコ電車の旅はまだ入り口を少し越えたところです。終点笹平に到着です。お待たせいたしました。ホーム側は終わりです。
でも来る。かわいい電車やな。ちっちゃくね。簡単に来る。一センチセコンドある。あ、だから二つつながってるか。じゃないと逆。本当に。小川島のございますのご注意。降り口は列車進行方向左。降りの次は車両の停車駅で、頭上並びに足元にご注意してお降りください。左側ドア開きます。ご注意ください。
堀石、堀石です。また列車待ち合わせの方で停車です。ご乗車の方はしばらくお待ちください。また列車待ち合わせの方で停車です。ご乗車の方はしばらくお待ちください。両外からの越境者や木材の強伐を取り締まるため黒部や月山を回り堀石通過いたします。お客様にご案内いたします。あと約6分の間の車で黒薙に到着いたします。堀の方は車内にお忘れ物落とすものなどございませんようお支度ください。まだ寝かけた冒頭パネカプロの
船渕周辺についてご案内いたします。船渕には黒部川電気記念館の他にも楽しいスポットがたくさんあります。まずテレネ美術館、黒部峡谷をテーマにした平山郁夫画伯の作品などが集められています。また町の口端湖に佇む日本像やスペインの建築家による面影展望台のオブジェなども一つ一つ味わい深い作品です。ぜひ参加してみてくださいね。そしてもちろん船好きといえば温泉。このお湯は無色透明で体がとても温まります。富山地方鉄道船好き温泉駅前の温泉噴水や温泉街にある足湯などいくつもの温泉施設がありますので、お気軽にお立ち寄りください。ご乗車のまましばらくお待ちください。約6分のご乗車で終点の船付駅に到着いたします。その上にお忘れ物、落とし物などございませんようご承知ください。次は終点の次、終点の次です。左前方
方に見える宇奈月ダムにはダム根館という資料館があります。ダムと発電所はともに内部を見学できるようになっています。また黒部川に関するいろいろな情報や資料が展示されています。お時間のある方ぜひお立ち寄りください。終点宇奈月です。宇奈月最近では